シュー・ミンチェの立ち上がりです。1回の裏ツーアウトランナーなしから、はい、この辺りのピッチングはこれは、ねはい、追い込まれてうまく打ちましたよね、フォークボールをね、はい、これでちょっと動揺したような感じだったですね、はい、でこれも完全に打ち取ってるんですよ。そうですね、ここのセンター前ヒット、はい、バットが折れた感じがありました。そして田村がこのホームラン、はい、タイムリーツーベースですね。だからもうシューミンチェとしたら熱いなっていう感じじゃなかったんですかね、はい、ホークスが2点を先制します。続く松田、はい、ただこれでちょっとこう途切れましたよね、はい、このファインプレーで。これは高山がスライディングキャッチ、ナイスプレーです。一方の杉内投手なんですが、立ち上がりは良かったんですけどね、はい、毎回もう本当に得点圏にいるわけですからね、はい、昨日のピッチャーゴロ、ランナー三塁は3本間に挟まれまして、続く大阪はライトフライ、はい、これは逆であれば1点入るわけですから、はい、そうですね、ピンチをしのぎます、はい、そしてその杉内、3回の表のピッチング、ここもピンチを背負います、はい、ワンアウト満塁です。これはもう大ファインプレーですよね、はい、そうですね、はい、これがなければもうね、いや展開はもう立場はもう逆だったでしょうね、今日の試合はね。でブラウンがブレーキですよね、はい、ファーストゴロ、ピンチをしのぎました。そして3回の裏、ツーアウト2塁から、これ田村の打球を今度はショート、はい、中島がナイスキャッチ、詰まり気味ですけど、はい、もうボールはこぼれかけてましたからね。そうですね、4回はこれはナイスピッチングでしたよね、はい、杉内ここで立ち直るかなと思いましたけどね、はいはい、三振に切って取りました。そして5回です、ワンアウト2塁から、はい、栗山レフト前タイムリーヒット、ライオンズが1点を返します。ようやくタイムリーが出ました。ここからずるずるとこういきそうな雰囲気でしたけどね、はい、その後ツーアウト満塁となりまして、高山ショートゴロ、1失点でしのぎました。そして6回の表に来ました、ワンアウト3塁という場面、ここでもタイムリーが出ないんですよね、はい、まあ、ここも川崎よく取って落ち着いて投げましたよね、はい、1本さえ出ればというライオンズだったんですが、片岡センターフライ、ここも杉内がピンチをしのいでいます。そして6回の裏、ワンアウトランナーなしからこの一発、これそんなにね甘いボールじゃないんですよね、はいはい、通算150号のホームランが出ました。今シーズンの6号ソロホームラン、貴重な1点を追加しました。そしてホークスは2番手ファルケンボーグ、はい、今日はファルケンボーグが B からでしたね、はい、ワンアウト一塁から中村サードゴロ、これは併殺、はい、結果的に3人で攻撃を打ち取っています。そして8回は摂津なんですが、はい、もう完全に立ち直ってますよね、はい、そうですね、はい、もう大丈夫だと思いますよ、はい、三者凡退に抑えます。そして9回は守護神の真原、まあ、スリーベース打たれましたけどね、はい、やはり田村の1点が最後まで効いてましたよね。そうですね、栗山空振り三振でゲームセット、ご覧いただきましたように3対1でホークスが勝ったゲームでした。